今日は吉川さんのオフィスラストデーということで、すいません声ちっちゃめで、あの日々ちゃんで編集長と一緒にやらせていただいたので、これから私に行きたいと思います。このままそのまま行きましょう。久しぶりだからすぐ行きます。また大人の階段を登っていくということで、ちょっと大人色にしてみました。勝手に。でも綺麗だよね、多分ね。めっちゃ綺麗だ、うん、ね、ありがとうございます。なんか今すごいこの、4年半のなんか時間が今すごいバーっていろいろ出てきて、なんか本当はずっと痛くたくなかったんですよ。なんか楽しくて笑顔で過ごしたらいいなって思ってたんですけど、無理でした。まあこの後まだね、ユキ取るんだけどね。もうあの全部マスカラ取れた状態で。いや取れた、多分大丈夫だと思う。吉川さんはね、もともとお花が大好きなんですよ、ね、お花屋さんをやりたいというぐらい。そうね、日本いるから、ね、時からすごい好きだよね。ねえ、言ってたんで、じゃあ準備して動画撮りましょうか。はい。はい、皆さんこんにちは、石井岡です。こんにちは、エキスパースの美香です。エキスパースの吉川です。はい、で今日はですね、吉川さんオフィス最終日ということで。いやもうなんか朝起きて、極力そのあんまり意識しないように、オフィス最後っていうのは意識しないように。しようと思っていて、でも意識してしまうとすごいこう感情が私すごく、人より豊かなので、やっぱりこう集中できないというか、今もあの編集作業にしてるんですけど、なのでそこにその集中できないかもしれないので、あんまり意識しないでおこうと。その自分が今まで通りやってきたあのところっていうのをしっかりとあのしっかりと最後だからとか、そういうところじゃなくて普段通りにするのが私の務め、最後までの務めかなというふうに思ったので、あまり意識しないように朝からしてたんですけれども、やっぱりだんだんとその一緒にランチさせていただいて、でさっきあのお花までいただいてしまってってなると、やっぱこうどうしても今までのこの4年半の部分っていうところが一気にこうフラッシュバックしたというか、頑張って勇気出してファーズに来たっていう時の、あの時のこう覚悟というか、自分がやりたかったことができるなんて日本にいる時は本当に思ってなかったですし、あの時本当に行動してなかったら今自分がファーズに住んでることももちろんなかったし、いろんな人の反対を押し切ってすいません。吉川さんは結構ね、こう多分ご覧になってる方はね、こうチャキチャキ自分でやっててって思う方も、多いとは思うんですけど、結構ね周りに流されやすいんですよ実は。
周りを聞いちゃうというかね、周りとの波長をこう意識しすぎちゃうところっていうのは、まあ、よくもあると今も残ってるかなっていうところが変わるところがあって、そういった性格がね、日本に行った時だってより強いながら、やっぱ自分がこう出たいというね、外行きたい、そのパース行きたいというところで来て、まあ、ネキスパース関わりたいっていうところを全身向かってくれたのは、すごく彼女が思って行動にしたことゆえの、ね、結果であり、まあ、ここで働いた時間っていうのはね、彼女にとっていいものであってほしいなっていうところは我々も願うところではあるけれども、もう美香さんと会社やってね、7年経ってね、8年目ですけれども本当に我々にできることってプラットフォームを作ることだけで、まあ、もちろんね、そこで何かこうやりたいとかさ、何かこういうどういうふうにやっていくんですか、どういうふうにこれやったんですかとか聞かんでも答えるけど、結局向き合うのは本人だからさ、ね、本人がどうするかっていうところで仕事の面白さだったりとか、やっぱこの醍醐味っていうものも変わっていくものだから、そういうの吉川さんが、ね、これを年半通してすごく満喫してくれた面っていうのはね、大きかったと思うし、やっぱそこがね、こう夢の舞台であったっていうところがね、我々にとっても光栄なところでもあり、前の動画でお話しした中でもね、やっぱその12月に大きなミスをしてしまったっていうのは、まあったにしても、まあ、その動画の編集にしても、そのパースを伝えるとか、伝え方にしてもね、やっぱりすごく常に成長して、まあ、12月のことがあって以降、今年に向かっても、決してね、そこを無駄に引きずることではなく、やっぱそれを、これを目をかけないようにするとかね、そういったきっかけにして良くなった部分の方が圧倒的に大きかったし、まあ、動画の伝え方だったりとか、まあ、そういったものに関してもやっぱこうキャリアハイで引退するっていうところはやっぱりすごいプロだなって僕はもう思うし、なかなかこうほとんどの人がこうもうダメだっていうね、スキルも落ちてきてもう新しいアプリ使えませんとかもう無理ですっていう感じで辞める人が多いと思うのよ、もう若い子には勝てないとかさ、でもそういうところじゃなくてね、やっぱこう自分が持ってるものを全て出しながらベストを尽くしていく、でもその中で、まあ、次にやりたいことが見えてきたっていうのは一番いい形の俺はキャリアチェンジというか、こうフィールド変わる瞬間だとも思うし、やっぱ e スポーツ選手ってやっぱキャリア入りやる人って多いじゃない、すごくね、中田秀とかさ、サッカー選手ね、やっぱ彼なんかもワールドカップ出ながら引退表現ってね、ここからまだできたんじゃないのっていうのはあるにしても、まあ、そこでやめること、次に向かうものがやっぱりできたらそこで引きますっていうところですごい詐欺だと思うし、そういったことができる人っていうのがやっぱり人間性優れてる人っていうところもね、やっぱいろんな方を見させていただいてる感じのところでもあるので、まあ、そのキャリアハイっていうところはね、すごいそこのタイミングでやっぱ引くっていうところは同じね、仲間にしてもリスペクトだなと思いますし、ね、まあ、もちろん会社としては痛手ではあるけれども、でもそこを引き止めてね、逆に俺の我々の都合でキャリアハイじゃない形で引退みたいな感じとかね、会社を辞めるとかになるのはそれは何よりも一番良くないことでもあると思うので、まあ、素晴らしいことですよ本当に、キャリアハイとかね、引退というか転換というところがね、ありがとうございます。てか出るの久々だよね。はい、お元気ですか。オフィスでもほとんどみんな見てないけど、ほとんど美香さんは在宅なんですよ、はい、コロナをきっかけにね、まあ、在宅を増やしていって、まあ、オフィスもスペース限りあるし、まあ、特にうちらはその夫婦で立ち上げてるっていうところはやっぱりどうしてもね、よくも悪くもいろいろ影響しちゃうんで、ただスキルとしてね、美香さんが持ってるものはそのまま生かしてほしいこともいっぱいあり、ただオフィスの中に2人いるといろいろこうプライベートとね、仕事とのバランスとかも含めて難しいんで、美香さんと吉川さんが実はオフィスで会うのも数ヶ月ぶりなんですよ。うちにはよくね、吉川さん遊びに来てるから、はい、ね、2ヶ月に1回は会ってはいるんだけれども、オフィスでは久しぶりです ね、 ね、出社してたらスカイプでね、大体なんかやり取りとかしてるし、ね、メッセージもやり取りが全然してるんですけど、その吉川さんはやっぱりエキスパース、もちろん、ね、会社のいろんなことに関わっていただいてましたけど、やっぱりエキスパースがメインで入ってくれたっていうところで、私とこうチームを組むみたいなね、感じはすごい強かったと思うんです、まあ、実際にその一緒に取材に行って、もちろん編集長も入ってますけれども、なんかこう行動を共にする期間時間っていうのはもう恋人かみたいな、ね、そうですね、パースで一番一緒に過ごした、うん、共に時間を過ごしたのが美香さんだと思う、ね、たまには徹夜もして恋人かっていう本当に勢いで多分時間を本当に一緒に過ごしたと思うので、海外生活で聞くとちょっと辛いなって思うことの一つって多分私別れだと思うんですね。分かりやすいっていうので言えば、じゃあワーキングホリデービザが1年間のビザだったので1年間でもう帰りますってなると、やっぱりこっちで出会ったっていうふうになると
出身地ももともと住んでたところとかも全然違って、多分日本に帰ったら連絡は取り合えたとしてもやっぱり今みたいに会えなくなるとかっていう部分で、あのきっとそういう分かりやすい別れっていうのは結構海外生活をしてると多くて、ある意味これも別れといえば別れだから、そういう意味では寂しいっていうところはあるはあるんですけど、他の動画とかでも話してると思うけど、あのすごく前向きな気持ちで自分のこうやりたいって思えることが見つかって向かっていくっていう部分はあるので、やっぱそこは本当素直に嬉しいし、引き続きねその吉川さんのそのいいところがきっと伸びていくと思うし、あの吉川さんがこう目指すあのなりたい自分みたいなものにきっとなっていけると思うので、そこはもう本当に素直に応援っていうところを、まあ、背中を押していけるような形でいたいっていうのをずっと思っているので、あのその気持ちはずっと変わらずであの思っている部分です。多分なんか一個だけそのあのこう残念だなって思うことを挙げるとすれば、やっぱりちょっとライム、ライムがないライムをぶっ飛ばした、ね、ぶっ飛ばしたやつは、まあ、だいぶ初期だけど、ライムぶっ飛ばしたあれ初めての取材の時です。そうライムぶっ飛ばしたりとか、なんか電話番号の数桁わかんないとか、さっきね4年目にしてまだわからない桁数、ちょっとなんかもうちょっと前ですね、もうちょっと前ですね、なんかちょっとそういうのとかちょっと意味わかんないあの思ってたけど、でもなんかどうしてもこのコロナになってしまったので、なんかコロナの前みたいな取材をこう一緒にして写真とこう文章とかでこうパスの魅力を届けるっていうところがこう新しくっていうところでは、あのなかなかちょっとねやる部分っていうところはちょっとできなかったので、そこはすごいあのまあこういう状況だし、でやっぱりそのどうしてもこう状況的な部分もあるので、あの致し方ないんですけど、なんかね一緒に取材できたらよかったんじゃないかなっていうふうなところはすごい思いますけど、でもまあまあまあそこはね取材がね2人でやっぱり取材たくさん行ってくれてた分ね、まあ、エスペランスとかのオープニングでも使ったの、ビーチとかね、はい、あれも美香さんと吉川さんでね、あれ1週間ぐらいだっけ、そうですね1週間、ね、はい、美香さんが全部運転していただいて、私は隣に座って右です次左ですいや俺も行きたかったけどね、やっぱあれ行っちゃうともう誰も温泉やらっちゃうし、SC 止まっちゃうんで思い入れのある動画、あ動画そうだね、動画逆にそこはね、2人を中心に作ってるから、そのやった中で特に思い入れのある動画、ね、多分どこら辺かわかんない、どこら辺か私はその ACC の方だったら、編集長と一緒にここに並んでお話をして、で編集をしてっていうので、その編集長の話の内容を2回聞くことになるじゃないですか、あ、はい、そのパブリッシュする前に、そうで、でそれで思ったのが、P を入れる回数が多い動画は結構面白くて、まあ そうね、それこそあの圧力かけられましたの動画編集は、ね、面白いって言うとちょっと失礼になるかもしれないですけどまあ、ね、でもこうしっかり自分の意見を言うことの大切さとか、あとは伝え方っていうところでは、まあ、あのその動画が結構あれってセンシティブな動画でもあるじゃないですか、でそれの伝え方とか自分のその気持ちをシェアするっていう部分では、あのかなり勉強になったところもありますし、P 多いなって思いながら編集してたりどうしようかなここはとかって思いながら、そういうあの編集の時に感じる編集長のこう人柄だったりとか、そういう部分ではあの楽しかったなというふうにすごく思いますね。何回も吉川さん見るからね、逆にカット割りでどうするとかでも、そうですね、一つの、ね、動画に集中するだけでも、まあ、回数で言ったら5回から10回ぐらい見る形になると思うのよ最低、そうですね、確かに、で吹き出し入れたりとかさ、もろもろ入れたりすると実際上がってきたら、あ、こうやって編集したんだって結構俺としては意外というか、あの お花畑を持ってくるとかあの背景で調整しましたとか結構斬新じゃないああいうのって、ああ面白いなって思って、なんかまあ表現っていっぱいあるから、まあ、俺が多分編集したらもっと辛辣だったと思う、なんかがっつりもうふざけんなみたいな感じだと思うけど、でもまあ第三者としてあのやっぱこういろんな人がその真意を捉えてほしいっていう形で吉川さんが編集してくれたものはやっぱああいう形で
まあ、そういうのすごいシーンも届いたから、あのテイクはね初めて2回やりましたけど、あの編集は一発 OK でできたのでね、なんかそれはやっぱ彼女 の会社だったりとか、まあ、俺の個性っていうところをねすごく入れてくれた上での編集っていうところも、あのなんかチームとしてよくできたところ、あのうまく形になったところというところがすごく感じているところですね。そうね、他の思い出深いところってどの辺だろうね。なんか俺は出てないけど、ヨシカさんの一発目の動画はあの思い出深いですね。なぜあの化粧にしたんだろう。結構濃かったやつ。バリバリでしたね。髪もめっちゃ巻いて。ねえ、なんかすごい、これ撮影時間よりもメイク時間の方が長かったんじゃない。ゆしかさんね、普段そんなに化粧濃くないからね、なんか確かに、なんか最初の方を、今日動画の撮影なんですって言ったら、なんかこう、バリッて、めっちゃここら辺、シャドウめっちゃ入れてましたもん、ノーズシャドウ、ノーズシャドウ入れてましたね。もしかしたらね、ご覧になってる方、最近見た方と昔だったんで、また変わったのかなって。ちょっと双子のヨシカがいるかもしれないけどね。なんか光の多分調整入るやろうなって思って、それで濃くした方がいいかなって思って濃くしてたんですよね。まあ、あれはあれで別にいいですけどね。あのエキスパス用っていうか動画用にキャラ作るのも別になしではないと思うし、ね、あの顔出さないでやってる人もいるぐらいだからさ、まあ、いろんなそういうキャラ設定してやるのも別になしではないと思ってたんでね。でもいろんなチャレンジをしようっていうところがやっぱすごくこうヨシカさんがこの動画に対しての思いが出てきたところで、気合を感じた部分というところではすごく思い出深いかな。まあ、ACC はさっき吉川さんに言ってくれた圧力かけられましたが、ダントツやっぱりビューも伸びたし、なんかチャンネル登録変かなと思ったけど、逆にバカ増えしたし、なんか別にそれを狙ったわけではなくて、まあ、俺のキャラをより知ってほしいというところと、くだらないかくだらないよというところを知ってほしいというだけだったんで、まあ、どういう結果であってもね、それを受け止めていこうというのが吉川さんとも事前に話して、吉川さんはすごいビビってたけどね。ビビってました。いいんですか、本当にいいんですかみたいな。編集めっちゃ不安ですよ。もうなんか仕事ができなくなるかもしれないみたいな。外歩けますかね。さすがにそこまではね、私そこまでなんか誹謗中傷したいわけじゃないからって、編集長も気遣ってくださって、吉田さんはあのカメラの前に出なくていいからっていうので、後ろにいててっていうので、編集長だけで撮影したっていうところがあるんですよね。まあ、俺の意見だからね、そこはね、編集とか、まあ、手の声じゃないってくれたんで、もう十分役割全うですからね。エキスパースってなんかさ、逆に言うと、なんかじわりじわり、ビューが増えてる動画の方が多いじゃない。最近でもあのストリートのビューフォトストリートのやつが未だにやってるのもあるし、初期の頃とかね、それこそ吉川さんがどんな部屋住んでますとかも、なんか気づいたらすごいビュー来てて、シェアハウスの動画めっちゃビュー数すごいですよね。よくおすすめ出てくる。私も出てくる。自分で出てくる。上げてブワーンっていうタイプじゃないから、ちょっとずつ伸びてきて、ちょっとずつファンが増えてきて、ね、本当にあの皆さんが育ってくださったチャンネルだっていうところはね、はい、あのコメントでも全然いただいてまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ボディメイク企画のところ以降のところ前後からね、そのコメントでいただく方においても、すごくこうチャンネル楽しみにしてくれてるっていうのを表面に出してくださるようになった時期でもあると思うし、まあ、本当にそのみんなでこのチャンネルを作ってるっていう感じをね、よりこう、ね、視聴者一体型じゃないけど、なんかそういう雰囲気が出てきたのは、本当ここ1ヶ月ちょっとぐらいの感じもあったんで、やっぱり見てくださる、見てくださってる方の中にはね、吉川さんと離れるっていうところは、あの寂しさひとしきりっていうところはね、やっぱりチャンネル欲しかったんだよとか、見たかったんだよっていう人も絶対いたと思うし、いると思うし。吉川さんだからそれが成り立つと感じてくださった方もたくさんいらっしゃると思うんで、そこは本当に申し訳ない限りだと思って申し訳ないと思ってます。吉川さんの言ってくれる通りね、なんか結構オーストラリア15年、15年、オーストラリア滞在歴にさらい読む別れの連続っていうところがね、いろんな意味であるサポートさせていただく方もそうだし、でも最近思うのは、はい、ACC でサポートした人とかさ、特にこう日本帰りますってなっても日本でも会うんだよね、結構な密で。
でなんとなんか帰国も別れじゃねえなっていうのもさ、いよいよなんか現実味を増すしね。日本からこっち来る人たちは逆に最近東京支店できてからは、はい、日本でよくつるんでた人たちがこっち来るとかもあるから、そうもはやなんか来て帰るっていうのがなんかバイバイでもないみたいな、吉川さんの今回の、ね、旅立ちってところに関しても吉川さんにご相談をもらった時に話してたうちの一つが、あの今回行く道の一つになったわけですけど、言わなきゃよかったなとかは全然思わないでいられるのも、やっぱ吉川さんがキャリア俳優ね、こういうタイミングを迎えてくれたってところがすごく大きいし、まあ、これが終わりでね、あるわけで、まあ、お仕事としてはね、一区切りにはもちろんなるけれども、まあ、別にプライベートのつながりが消えるわけではないですし、まあ、何か間違ってね、またやりたく、吉川さんがやりたくなるかもしれない。それはして、もう、まあ、あの、なきにしもあらずですよ。だって、好きですもん。背景好きなやつ。二人だけに戻るのはこの前話したけど、すごい久々なんだよね。そうですね。うん、はい、何年ぶりだったっけ？ 5 年ぶりぐらい？ 4 年ぶりだっけ？5年ぶりか。すごい久々だもんね。はい、でしかもなおかつ2人でもあの、うん、なるべくオフィスとあのワークフロームホームとね。そこはあまり崩さないでやってこう、またやっちゃうと結局最初に戻るだけみたいなのはやっぱ面白くないというか何にも発展性がないんで、やっぱそこはチャレンジし続けたいっていうのもあるし、クライアントシーカーの方もね、あの吉川さんがあの卒業という形ではあっても、あのそこは準備し続きやって、あの発表していきたいなというところがあるので、まあ、エキスパースでも発表しますし、はい、1個はエキスパースで発表して1個は ACC のであの発表、まあ、できれば6月中本当は5月中だったんだけど、あの吉川さんのこの卒業があったらちょっと話してすいません、お待たせしてしまいます。吉川さんの卒業の方がね、あの滞りなくあのちゃんと送り出すことが大事なので、ありがとうございます。そこに集約させてもらって 送れて申し訳ないんですけど、ちょっと力不足で、まあ、来月中にはとは思ってますんでね、そこはちょっと楽しみにしていてもらえたら嬉しいかなと思っております。じゃあ最後に吉川さんから。そうですね、うん、あのもう本当に最後の、まあ、メッセージになると思いますので、もう今からは泣かずにあのしっかりと笑顔で、終えたいと思います。まずはその編集者と美香さんなんですけれども、本当に2017年の12月8日に私はパースに来ました、うん、でその後、まあ、1ヶ月ちょっとしてから、エキスパースにあのしっかりとジョインすることが、できたわけなんですけれども、そこからですね、その、まあ、私は本当に日本でずっと社会人で、まあ、6年間働いてきたので、日本のその働き方みたいなところも、まあ、抜けない部分は確かにあったと思います。でそれに加え、ちょっと頑固さっていうところが、お二人にかなり迷惑をかけた時も、たくさんありました。で、美香さんには特にあの長いこと、一緒に時間を過ごさせていただいて、レモンあのライムを飛ばしたりとか、それこそその電話番号とかだったりとか、あとはその英語の部分だったりとかも、今でもたくさん助けていただいている部分でもあります。本当にあの感謝しています。ありがとうございます。で編集長はですね、本当に私が、英語を話せない、時に、素直にその話してくれてありがとうっていうその言葉と、あの編集の熱い気持ちっていうところがもう今でも昨日のことのように思い出します。でそのしっかりとその相手の話を聞いて、どういう意図でどういうことを喋ってるのかっていうのを編集長からたくさん学ばせていただくことが、特にこのコロナの中で YouTube を始めてから、すごく感じる時がありました。一緒にその編集長と何かを、一つのことを、していくっていうところがその YouTube で、うん、まあ、特にあの多かったので、うん、このコロナ禍であってすごい世界的にも大変な時期にもかかわらず、私がそのお仕事を、辞めることもなく生活できるっていうところも加えて本当に感謝しておりますし、自分が好きなことをやらせていただく環境の中に、一緒に参加させていただいてたところっていうのも、本当にも言葉が足りないくらいです。その環境の中で自分が身に目で見てきたものだったりとか聞いてきたこと、自分のその感覚だったりそういう五感の部分を使って感じたところっていうのは、もうこの先一生絶対に忘れることはないというふうに思っています。今までそのマガジンの紙媒体で、エキスパースとして
パースのことを皆さんにお伝えしてきたわけですけれども、 YouTube に変わって私の中ですごく葛藤があったのも事実です。やっぱり紙媒体、その紙が大好きだったっていうところから、まあ、パソコンをもさらに使って、今まで使ったことのないそのアプリケーションを使って切磋琢磨してきたわけですけれども、まあ、その中で、自分が一番その苦手とする人、自分と向き合うっていうところにかなり壁を生じたっていうのが、まあ、昨年の12月の時に一気に出てしまったっていうところがあるので、本当にその時のご迷惑っていうのはもうそれも含めてすごく申し訳なかったなというふうに思います。そしてあの時に教えていただいたことだったり、私と一緒にたくさん向き合ってくださったその時間、これまでの時間っていうのは本当に家族と同じくらい大切な時間だなっていうふうに今は実感しています。本当にありがとうございます。今まで、YouTube を通して、ご視聴いただいてくださった皆様にも、言葉をお伝えしたいことがあるんですけれども、この前の動画でいきなりその私が退職しますっていうお話をして、びっくりされてちょっと驚かさせてしまったっていうところ、本当に申し訳なく思っています。初めてエキスパース以外でパースで自分のしたいこと、好きなことっていうのを、見つけた時はですね、大丈夫かな、なんかエキスパースのことが嫌にならないかなっていう風な気持ちで不安になりました。でただその好きなことをやるっていうところに関しては編集長も美香さんもすごく大事なことだし、それをするからこそ次のそのステップとか自分の人生が豊かになっていくっていうことをたくさんお話ししていただいていましたので、私自身の中でその2つを一緒にするっていうところを結構葛藤があり、どっちもすごい好きだし大切ですけれども、もしこのまま続けていくと、まあ前の動画でもお話ししたようにもうちょっと迷惑をかけてしまうんじゃないか、でエキスパースにとっても良くないっていうふうに思って、私の本当にパースに来ての一大決心で、このような形で次のステージに行かせていただくっていう、ステップになったわけです。先日の動画でたくさんの本当にたくさんのコメントをいただきまして、でプライベートだったり、インスタのコメントでもですね、その応援の温かいメッセージをいただきまして、この今の状況が本当にこう恵まれている状況なんだなということを痛感いたしました。エキスパースに関わってくださっている皆さん そのお気持ちっていうのを今後もしっかりとこの胸の中に抱いて、次のステップに向かっていきたいと思います。で正直次の、進める道っていうのは、ちょっと公表することが今できないんですけれども、メディアとかなり離れたところにありますので、お話することができなくてちょっと心苦しいんですけれども、またゼロからのスタートになります。すごく不安ではあるんですけれども楽しみでもあります。だからこそそのエキスパースで、勉強させていただいたことをしっかりと活かしながら、次の自分の人生をもっと豊かに、いいお話になれるように、自分の中でしっかりと進んでいきたいなというふうに思っています。まあ、ちょっと長くなって別に今緊張してたんですけれどもガチガチになってしまったんですが、新しい人生を自分がパースでまた迎えることができたことに本当にお二人に感謝しています。ありがとうございます。もう緊張だ。ミカさんの方から頼む向けの言葉を。はい、そうですね、さっきそのね、別れがいっぱいある、海外生活だからこそっていうちょっと話をしたんですけど、でこの会社としてもエキスパースとしてもその新しい始まりに多分また向かっていくっていう部分だと思うので、そこをお互いに前向きにこう進んでいきたいなっていうふうに思ってますので、本当に心から、応援してますし、ね、パースに いるから、はい、ね、近況とかも今後とかもまた知れればなというふうに個人的には思ってます、ね、4年半は本当に長い時間だったと思うんですが、たくさんの時間を共有できたことは私もすごく嬉しかったので、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そうですね、美香さん4年半お疲れ様でしたね。ありがとうございます。はい、いや、まあ、早いもんだよね、本当にね、はい、時間が過ぎるのは早いというか、4年半も経ったんだなっていうところが
一番の感想なところであり、まあ、ずっといるのかなぐらいに思ったところもあるので、なんか私も思ってますちょっと不思議な感覚っていうのはあるけれどもね、吉川さんなりの生き方っていうものをね、また見出したいとか見つけたいっていう思いもきっと出てきた、自信ができてきた部分もきっとあると思うし、まあ、それを試したいっていう思いがね、身につけたらじゃあそれを実践したいっていうのはきっとあると思うし、それをしたいと思える形になったのが俺すごいいいことだなっていうふうに本当に心の底から思ってるんで、だからこう送り出すっていう形はね、躊躇なくできたんだろうとも思うし、それは彼女の努力ゆえだと感じてます。まあ、変化は絶対必然でもあり、なんか昨日インスタじゃなくてツイッターの方でも上げてたけど、まあ保身は対価だって俺はすごい思ってるんで、まあ、ここにいたらね、もう家族のような存在だし、うちらもね、知り合いの相手でも、なんか成長するように促すっていうことはもうしていく存在、まあ、新しい連中はそんなしないけど、もうそこまで、ある程度来たら、やっぱそれは必要な時でもあると思うから、まあ、そういう存在にもなってた中で、まあ、そういう、まあ、厳しい、俺も厳しくは言うけど、でもその中でもね、より自分がチャレンジしたい道を選ぶっていうところは、すごく勇気だと思うんで、そこはぜひ、ね、ちょっとフォトコメントいただいた方でね、それを言うのもエキスパースじゃないかって言っていただいた事実で、それは本当に申し訳ないなと思います。ちょっとそこはね、本当は身勝手許してほしいなというところで、まあ、一応なんかそれがちょっと吉川さんの動きにくくなることもちょっとあったりするんで、同じ業界じゃないから、ちょっとエキスパースとかメディアではね、見ることはないと思うけども、ひっそりと応援してもらえたら嬉しいなと思うし、まあ、機会があればエキスパースのゲスト出てもらったりとかね、まあ、そういうのもいいかもしれないんでそういった形で、なんか気長にちょっと楽しみにしてたら嬉しいし、申し訳ないなというところはあります。ね、まあ、唯一残念だなと思うところは、まあ、このコロナ明けをこうみんなでね、こう3人に迎えられなかったところはちょっと残念だなっていうところはすごくあるかな。英語できないからね、海外に出ないとかでもなく、なんかこう人がやってないから出ないとかでもなく、私がこれがやりたいんだけどダメかなって言ったらそれもダメじゃなく、まあ、自分の心が動いたものっていうのは何か意味があるし、それを俺は本当に才能だと思ってるので、やっぱそういったものを皆さんこれで見てくれて、吉川さんに感じたりとかね、してくれた人がいたなら、まあ、パースじゃないにしてもぜひトライしてほしいというところは思うし、そういった姿を、ね、吉川さんと関わってくれた時間の中で何か届けられていたならすごく嬉しいことです。はい、まあ、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、じゃあ皆さんまた別の動画で、ちょっと次は不定期なんでいつか、わかんないですけど、なるべく早めに上げられたらと思うので、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになります。せーの、また見てねー。